ということで今回はこのおとまつさん松祭りの体験版をやっていきたいと思います。はい、それじゃあ体験版で遊ぶおとまつさん、まずキャラクターがよく分かってないんやけど、私はこれはどういうゲームなんやろ。おしまつを選択してね、どのキャラクターでやるかってこと。何ゲームなんやろ。シミュレーションかな。この子が可愛い気がするけど、この子にする。とどまつ、外へ出るボタンをタッチしてマップのミニゲームを始めよう。おしまつの好感度が上がってコレクションをゲットできるよ。外へ出る。はい、何？なんかおでん、おでんがハイブリッドおでん。同じ種を組み合わせて高得点を目指そう。パズルゲーム。同じ種を3つ以上組み合わせてたくさん消そう。あ、なるほどなるほど。あ、そういうことね。普通にパズルゲーム。タッチでたくさん消そう。特別なおでんはタッチで消そう。それは1個でタッチすればいいってこと。縦横に消す、周りを消す。ちょっとごめんね、キャラクターの名前がわからない。チビタはわかる。チビタだけわかる。たくさん連鎖して消そう。4連鎖、連鎖すると得点アップ。高得点を狙おう。たくさん消せばフィーバータイムに、得点が大幅アップ。なるほど。よーし、頑張っていきますか。これをこう、あ、なるほどね。あ、いいやんいいやん、いい感じやん。一応いきなり止まったけど。え、待って、これはどう動かしていき、え、動かんやん。動くやつと動かないやつがあるの、ちょっとよくわからないんだけど。これ時間、あ、時間があるんやね。なるほど。はい。OK。3つから、とりあえず揃わんかったら動かせんのか。はい。これは、あ、こっちか。なるほど。あ、これ特別なやつ。おぉ、めっちゃ消えた。嬉しい。いいね。そしてそこからまた止まるやつ。あ、こっちか。特別なのもう出てこない。もう出てこないの。ちょ、あ、これやこれこれ。はい。あ、いいねいいね、そういう連鎖いいね。はい。パズルゲームなかなかせんけんな。はい。おお、あ、そういう感じね。あ、よかった、最後の押せて。どう、11420点がいいのかどうかわからん。全然大丈夫。全然ダメやん。何あれ、レベル？好感度。体験版はここまで、続きは製品版で。早っ。これは、要は、あれなの。こう、なんか、ちょっと待って。他のキャラクターもやってみよう。じゃあ次はこの奥でゴロゴロしてる子にする。十始末。みんな同じ声？違うよね。違うよね。はい、外へ出まして、これは何なん。要はなんかめっちゃくねくねしよる。このおそ松さんたちの好感度を上げていくゲームなの。好感度を上げていって、なんかそのあるやん、絵とかそういうのをコレクションしていくゲームってことかな。わからん、私はそう判断した。私はそう、あ、これ、うん、いいね。あ、いい、なんかいっぱい消えたら嬉しい、めっちゃ。てか、なんかなんやろ、単純に普通に楽しいんやけど、下手だけど。全然できてなさすぎだけど楽しいんだけど。え、待って。どこだ？これか。はい、オッケー。詰まる。あ、チビタ。唯一名前のわかるチビタ。チビタのおでんってさ、サークル系で売りよってよね。もうサークル系自体がなくなってしまったけれど。なんか途中から名前変わった気がするけど、あのおでんのやつ。あ、タコ。はい、これさっきよりいいんじゃない。ちょっとどうなん。あ、終わった。終わった。お、ほらほらほら、
さっきより良くなった。銀や銀、かっこいいね。いいやん、嬉しい嬉しい。ちょ、これあれやんね、満タンになるぐらいまでやりたくない？とりあえずこのなんかちょっとキランって感じの子にする。腹松、なんか渋いななんか渋いっすね。なんかみんな同じ顔やけんさ、なんかそこまでキャラが変わっとるの面白い。何？ナルシストなんだそういうことではなく、はい、早い段階で特別なおでん出てくれるの嬉しい。こちらない、こっちか。動かす方向が逆だったわ。ほい、あ、ほいじゃない、全然こっちや。あ、一段階しか。ほう、いいぞ。ちょっとずつマシになりよんかな。どうすかね。どうすかね。私的にはどんどんマシになっていきよると思うんやけど。はい。いかんせんね、呪いんよね。あ、イエイ、これが一番いっぱい消えるんやね。なるほど、めっちゃいい。なんかあのおじさんなんかあのおじさんいいよ。はい、あー、そろそろ終わりそうな気がする。これね、終わりそうよね。あ、ちびった。はい、どや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 。あー、これ特別なおでん押したかった押したかった。なんか最後の最後ちょっとなんかコンボみたいなの来たよ。ほら、着実に増えていきよりよ。銀、近しい。マジ最高だったぜ。上がらない。金まで行きたい。とりあえず金まで行こう。金金金、体験版で何回やるねっていうねあ、じゃあ次はこの子。普通そうな、普通そうな。おそ松、この子がおそ松なの。なるほど、一番なんかスタンダードな子ってことかな。はい、行きます。これ1分しかないんやね。制限時間も今知ったんだけど。お、そりゃあ早く動かしていかないと全然何もできないよ。はい、おー、こっちかやばい、はい、だから特別なおでんが出たらもう速攻で動かしていかんといか、動かしてじゃない、タッチしていかんといかんね。こんな感じ。お、あ、違う、あれ、こっちか。全然早くタッチできてない、つらいはい、よっ。これ結構感じ、なんじゃ、そんなことないそんなことない。こっち、こっちがこっち。あ、あ、あ、よし。どうや、あー、難しい、難しい。あ、これ、はい、よかった、押せてないかと思った。おー、どうなんどうなんどうなん。え、でもさっきより上がった、しー、さっきより上がったね。く、満タン、あれ満タンできんかな。満タンまで行きたいんやって、私。チョロマツです。ツーンとした子にする。チョロマツ。はい。よし。ほい。止まり眉なんやね。あれ、さっきそんな眉毛やったっけ？全然違うように思えとったけど。か。瞬時に判断する能力が欲しいです。ああ、私には一生無理な気がする。一生無理な気がするよ。はい。こっち。お、
ード。ナルトも結構消えるね。いい感じに。え、こいつか。おー、来たー。これが真ん中の方に出てきてくれたら、すごいいい感じに消えていくのかな。言ったよね。なんかすごい優しい顔してるね。よく頑張ったね。セリフも優しそう。え、これなんかさ、メーター上がるの同じぐらいまでじゃない？え、どういう基準かがよくわからない。全員使っていこう。あと誰？あと、あとこの子で終わりか。市松。よし。数のミニゲームがあるってことやね。私さっきのあの困り眉の優しそうな男の子が良かった。あの子かわいい。なんか部屋におった時とちょっとね顔が違う感じに見えた。はいはい。お、いや全然違うぞ。あ、こっち。よし。よき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 。あ、なんか若干良くなってきたんじゃないって思った時からスピードが下がっていく。つら、つらい。こっちや。おっ、出てきた。よし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 。あれ、こっちか。ところが微妙に違う。はい、よし、卵。はい、ちょ、あのおじさん来てほしいんやけど、おじさん来てください。来ない来ない。あー、ダメだ、さっきよりもダメだ。くわ、お疲れした。最高銀か。銀が最高だわ。難しい。楽しいけど、普通にめっちゃ楽しいけど難しい。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またね。なんか使うキャラによって必殺技があるとか、そんなんやったらいいのね。